どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンアメックスクレジットカードのポイントと更新特典解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで、ヒルトンアメックスクレジットカードがですね、発行されてね1年が経ちまして、年会費のね請求が私の方にね先日来たんですよね。まあ来るのはね分かってたんですけども、まあ、実際に来るとねガツンと来るなということで、年会費ね66,000円の請求がね来ました。まあこれでね、ヒルトンアメックスクレジットカードをね更新したっていう形になりますんで、ヒルトンアメックスねプレミアムカード、私はプレミアムカード持ってるんですけども、まあ、プレミアムカードをね更新していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのはね一泊ね、まあ、更新するだけねもらえるっていう風になりますんで、まあ、今回の動画ではですね、こちらがいつもらえて、まあ、でどのホテルが対象なのかっていうのと、またねヒルトンアメックスのポイントはねどんな感じに付与されて、またねいつ頃アカウントにね移行されるのかっていうのをですね解説ねやっていきたいなというふうに思いますので、ヒルトンアメックスね保有されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、ヒルトンアメックスのポイントについてなんですけども、一般カードとプレミアムカードね分かれておりまして、ヒルトンアメックス一般カードは通常利用時で100円で2ポイント、ヒルトンホテルで利用していただくと100円で3ポイントがね貯まるクレジットカードというふうになります。またね、プレミアムカードはですね、通常利用時は100円付きね3ポイントがね貯まるっていう風になっておりまして、ヒルトンホテルの決済ではですね7ポイントがね貯まるっていった形になります。でこのポイントなんですけども、いつねアメックスの方からヒルトンの方にね移行されていくのかっていう話なんですけども、だいたい毎月ね18日ぐらいにアメックスからねヒルトンの方にポイントがね移行されるっていった形になります。これね日付もねまたがないで、その本当に多分リアルタイムに移行されてるんだと思うんですけども、1日とかねかかったりしませんので、本当にこの抜かれたらすぐ付与されてるみたいなね、まあそういった感じでねされておりますので、かなりね分かりやすくてねいいのではないのかなと思います。マリオットとかね数日かかったりするんですけども、ヒルトンの場合はですね同日にね抜かれてもう同日に付与されるっていう風になりますんで、かなりね分かりやすいかなと思います。で大体18日ぐらいにですねこれ抜かれてヒルトンの方にね移行されていくわけなんですけども、この18日っていうのはですね、発行された最初の方はですね、まあ、結構ずれたり全然付与されなかったりね、2ヶ月ぐらい付与されなかったかな、まあ、そういったこともねありましたんで、まあ、今後、まあ、そういうことはないのかなと思うんですけども、まあ、大体ね18日ぐらいにですねアメックスの方からヒルトンの方にね移行されて使えるようになるっていう風になりますんで、ここはね覚えておくと便利に利用できるかなという風に思います。それでは次にですね、更新特典についてなんですけども、ヒルトンアメックスプレミアムカードをね、更新していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのがもらえますよね。で、これいつ付与されるのかっていう話なんですけども、年会費を更新後1、2ヶ月以内にね、付与されるっていう風になりますんで、私もね、先日こちらメールでね、来てたわけなんですけども、まあ大体ね、5月の20日ぐらいまでにはですね、このウィークエンド無料宿泊特典がもらえるっていった形になります。で、これ付与されるのがですね、ヒルトンホテルのアカウントに付与しますっていう風に記載がありましたので、まあおそらくね、なんかメールが来るとかそういうのではなくてですね、ヒルトンのねアカウントの方にね付与されるっていう風になりますんで、これね気づかない可能性もね結構あるかなっていう風に思いますので、ヒルトンのアカウントにね付与されるっていうことはですね覚えておいていただきたいなっていう風に思います。またね、ヒルトンアメックス一般カードとプレミアムカードはですね、一般カードの方は150万円、プレミアムカードの方は300万円を決済するとウィークエンド無料宿泊特典ね一泊もらえますよね。こちらもですね、先ほどと同様ですね、年会費を更新していただいて1ヶ月から2ヶ月後にねこちら付与されるっていう風になりますんで、このねウィークエンド無料宿泊特典ね、年間の決済額に応じて、まあ、もらえるわけなんですけども、これもね決済したらすぐもらえるわけではなくて、年会費を更新していただいて1ヶ月から2ヶ月後ぐらいにですねもらえるっていう風になりますんで、こちらね覚えておいていただきたいなという風に思います。私もね最初の方はこれ
決済したらすぐもらえるんだと思ってたんですけども、決済してもですね、年会費を更新していただいてその後もらえるっていう風になりますんでね、この点はね覚えておいてください。それでは次ですね、無料宿泊特典の対象ホテルなんですけども、まあこちらはですね、発行された時にねやったんですけども、一応ねおさらいしておきましょう。こちらね、あのウィークエンド無料宿泊特典の対象外ホテルっていう風になっておりまして、こちらにね記載されているホテルはですね利用することができないっていう風になってるんですよね。でこちらまあ見ていただければねすぐわかるんですけども、日本国内のね対象外ホテルっていうのはこちらね記載がないっていう風になりますんで、このウィークエンド無料宿泊特典に関してはですね、6京都であったりコンラッドとかね、まあ、国内でも現金決済がね高いホテルでもこちらね利用することができるっていう風になりますし、またね日本国内だけではなくてですね、海外でもね利用することができますんで、ハワイとかねニューヨークとか、まあ、そういったところをねヒルトン系の ホテルであればですね利用することができますので、私がね昨年12月か泊まった時にね、あのコンラッドニューヨークミッドタウンとかもね利用することができますし、またね日本国内にはねまだないヒルトンの最上級ブランドのウォルドーフアストリアっていうねブランドのホテルがあるんですけども、ハワイとかのねあのウォルドーフアストリアも利用することができるかなっていうふうに思いますので、まあ日本国内だけではなくてですね、海外でもね利用することができるっていうのはねかなりいいですよね。まあこのねヒルトンアメックスプレミアムカードはですね年会費66,000円ということで、まあ高いことは高いんですけども、まあ更新するだけでですねこちら利用することができるっていうのはねいいのではないのかなと思います。またね今ね私動画解説出しましたけども、キャンペーンもね今入会キャンペーンねやっておりますので、こちらもねかなりすごいですので、まだ見てない方はですねぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンアメックスのポイントと更新特典解説ということで動画ねやらせていただきましたけども、いやーもう早いもんでね、もう1年経ったんですね。いや年会費の更新が来て、ああもう1年経ったんだっていう感じですよね。まあ今回これでねウィークエンド無料宿泊特典ね獲得できますので、まあひとまず今年に関してはね6京都もう一回行くか、コンラッド大阪行くか、ちょっとここら辺でねちょっと悩んでいるっていう感じですね。でこんな感じでねヒルトンホテル自体は今後ね開業控えておりますので、まあ横浜とかね宮古島とかね、確か宮古島とか来年、横浜も確か来年だったと思うんですけども、まあできますんで、まあここら辺もねこの無料宿泊特典だったらね宿泊することができますんで、かなり楽しみですよね。ボルドーファーストリアとかね先に大阪できてその後に東京できるっていう風になりますんで、まあここら辺もね日本にはまだないブランドっていう風になりますんで、まあここら辺でね無料宿泊特典ね使っていきたいなっていう風に思いますかね。いやー今後ねヒルトンホテルも続々ねできてきますんで、かなり楽しみですね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。